はい、じゃあ行きますよ。はい。はいはい。OK です。じゃあ一回見ましょうか。こんな感じで。いい感じですね。撮れてます。綺麗です。ありがとうございます。やっぱり上手です。あ、いえいえ、これをまた後でパソコンでね、もうちょっと綺麗にしてお渡ししますのでね。いや素敵です、さすがです。いやいやいや、すみません。いやいや、本当に本当に。どっちか。あ、うん、はい。あ、いいね、夏っぽい、すっごい夏っぽい。はい、いい、あ、いいです、いいです。 OK。 本当は何もないとこでしょ、ただの街でしょ。でもそれがいいですよ。ああ、なんかさ、写真撮るってなんかもう特別なところを探して、ここで撮りましょうとかね、あそこ行きましょうとかね、あそこ綺麗ですよとか、まあついついそうなるんですよ、はい。まあ、僕もそうだけど、でもよくよく考えたらね、写真ってどこででも撮れて、背景を撮るんじゃなくってその人を撮るんだから、むしろ何でもないところの方がいいんじゃないかなって思って、今日はここにしました。何の思い、あ、素敵素敵。そのままね、そのまま。もうちょっとこっち来てもらっていいですか、その辺。さっきの踏切と一緒で晴れすぎてますね、はい、撮りづらいかな。では影行きましょう、はい、ここ持たれてください。少しうつむいて、うつむきになって、うん、そうそうそう。それで、うん、それくらい。もうちょっと顎引いて。はい。ちょっと顎を出しちゃうと、もう太陽がすごく入って、なんか変な、ちょっと顎を引いて、少し影にする、影を多くするぐらいが。いい感じです。うん。後ろが綺麗ですね。そう、それをね、ちょっとしたくて。リフトさんは、夏は好きですか？夏好き？